おはようございます。今週も1週間ね、頑張っていきたいなって思います。日月とね、休みをいただいておりましたので元気になっております。そして今週1週間の予定なんですけれども、ほとんど厨房はできておりまして、こまごましたね、納品がちょろちょろっとある感じになっております。ですので、それ以外はですね、事務作業がメインになりますし、あまりですね、動画映えというか変わり映えのないですね、1週間になる予定になっております。そして今後の予定はですね、週末もしくは来週頭にですね、食材の納品が初回ありまして、そこから試作をするという形になっております。でその段階でですね、オープン日なども、ね、決まってくるのかなというふうに感じております。あとですね、今週末土日月火ってね、私ちょっと仕様がありまして京都に帰らないといけないんですね。ですので、ちょっとそういった部分、イレギュラーな、ね、1週間になるかなとは思うんですけれども、お付き合いいただけますと幸いでございます。では1週間頑張っていきたいと思います。無事ですね、 YouTube の投稿が終わりました。まだ見てないよっていう方がおられましたら、ぜひチェックしてみてください。頑張って編集しております。おはようございます。昨日ね、あれから髪の毛を切りに行ったんですけれども、どうでしょうか。初めてですね、スキンフェードにしました。ここまでね、髪剃りで剃り込みをね、入れてもらってます。めっちゃ気持ちいいです。おすすめです。
すごく綺麗。こんな感じ。普段はこうなってるかな。あー、いいね。おはようございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。そしてね、私は非常に元気にしております。いつもありがとうございます。そして先週末から今週頭にかけて土日月とね、塩で京都に戻っておりまして、今週の火曜日から始動となっております。そして作業内容はですね、先週に引き続きパソコンでの作業がメインになります。ポップ作ったり、レシピ作ったり、そして、おとといですね、iPad が届きましたので、その iPad の設定ですね、エアレジのメニューをこう打ち込んで、しっかりと会議ができるようにする、そういった作業がメインになります。ですので、あまり動きのない動画になりますので、先週、今週2週間をね、合わせてギュッとまとめたね、今回はルーティン動画にしようと思っております。ですので、あまりちょっとこう見応えのない、動きのない動画になって退屈かなっていうふうにね思われる方もおられると思いますし、私も見ててもねちょっと動きがないので、若干こう、うんって思う部分もあるんですけど、まあせっかくの機会ですので、ギュッとまとめてね編集して皆さんにお伝えしたいと思っておりますので、ぜひね引き続き見ていただけますと幸いでございます。では今週もね頑張っていきたいと思います。ちょっとくしゃくしゃなんですけど、キャンプとかに使うね、コールマンの取りたたきの椅子ですね。ここにね、使う椅子をね、発注してるんですけど、ちょっとコロナのね、影響で遅れてて、5月中旬からね、5月末ぐらい、あと1ヶ月ぐらいかかるんですよね。ですので、それまではね、これを使おうと思います。消毒のね、ディスペンサーですね。こんなんです。ここね、手かざすと赤外線で反応してシュッシュッとアルコールが出る感じですね。めっちゃ暑いですわ。もうこれ確実に30度ありますよ。
Mac が届きまして、今日はですね、あっと爆弾ですこれね、ある YouTuber さんのねネタなんですけどね、一回やりたくてねやってしまいました。すいません。今日はですね、この iPad のね設定をね多分1日かかると思うんでね、がっつりと頑張ってやっていきたいと思います。もうすごい、ウィーうわー、ちょっと待って、これガラスフィルターなんですけど割れちゃってる。マジか。ショックすぎる。ということでですね、ちょっとあの予想外のねイレギュラーがあったので、今日はですね iPad そして Air レジのね調整に1日かける予定だったんですよ。ですがちょっとそれができなくなりましたので、急遽ね Vlog YouTube のね編集をしたいと思います。しょうがないよね、はい、返品交換って形になりますね。はい、頑張っていきます。今日ですね、家の前の道路を工事されてて、多分ね水道管とかガス管とかではなくてね、メンテナンスっぽいですね。はい、全部剥がしてね綺麗にされるのかなって思います。ですので、ね、ちょっとね音が入るかもしれないんですけれども、ご了承いただけますと幸いです。頑張っていきます。ただいまですね戻ってきましたので、今からですね YouTube の編集のね続きをしようと思うんですけれども、途中でねちょっとね携帯の充電が切れてしまってね撮影できませんでした。申し訳ございません。ではね、あと一息頑張っていきたいと思います。通販用のね、段ボールが届きました。すいません。はい、ルチャーです。すいません。ホワイトボードをね、仕込み用に購入いたしました。まあ、レシピを書いたりとか、突発的にね、何か書かないといけない時にね、これを活用したいと思っております。パン屋さんにね、ホワイトボードはね、私は必須だと思います。ロールカーテンがつきました。これでね、直射日光もね、大丈夫です。お疲れ様でございます。おかげさまでですね、お店がほぼほぼ完成いたしました。ありがとうございます。お店の、ね、完成度でいうと、そうだな、96-97% ぐらいになります。まあ、椅子の、ね、納品が遅れたりとか、使うですね、重機、食材を調理するときに使うものですね、そういったものの、ね、納品がポロポロとね、まだ遅れてるものがあるので、まあ、100% ではないんですけども、もうこれ以上大きく変わることはないので、それぐらいの完成度といってもね、過言ではないかなと思っております。ですので、またね、今後ね、改装前、約3ヶ月ぐらい前にですね、物件取得の、ね、ツアーをさせていただいたんですけども、その改装後ですね、改装後のね、物件のツアーも予定しておりますので、またね、来週以降、皆さんにね、共有できるかなっていうふうに考えておりますので、ぜひね、楽しみにしておいていただけますと幸いでございます。本当にいつもありがとうございます。
そしてですね、来週以降の予定なんですけど、本当はね、今週食材の初回の納品がある予定ではあったんですけど、やっぱりね、イレギュラーはつきものですね。はい、ちょっとね、遅れてしまいまして、来週の頭が初回になりました。ですので来週頭に納品されて、そこから試作をしていくという流れになります。そして試作なんですけども、自宅だったりキッチンをね、お借りして、まあ何回も僕はね、作ってきたんですね。ですのでその中でレシピをある程度もう固まってるものは正直あるんですけれども、それをですね、やっぱ環境が変わると、パンっていうのは本当にね、なんだろう、全然別物になるんですよ。同じレシピで作っても。ですので、この環境に合ったパン作り、工程だったりレシピっていうのを再構築しないといけないんですね。まあ、いわゆる調整です。で、それをですね、しっかりと時間かけて、自分がこう納得できるものまでですね、しっかりと仕上げて、それを皆さんにですね、提供させていただくっていう流れになっていきます。ですので、まあ、ガツンとね、まあ、この日っていうふうに決めてやるのもありだとは思うんですけれども、やっぱりですね、しっかりと納得できるものっていうところですね、突き詰めてね、そしてその段階で皆さんに出していきたい、まあ、世の中にこう出させていただきたいっていうふうに思ってますので、その段階でですね、本当に皆さんね、もう早くしろよって思われてるとは思うんですけれども、オープン日をね、決めさせていただきたいなって思っております。ですのでですね、ぜひね、温かい気持ちでね、もう少しお待ちいただけますと幸いでございます。ぜひですね、この動画はですね、YouTube でも皆さん見ていただいているっていうのもあると思うんですけども、まあ、Instagram とかでもね、お店の情報を発信しておりますので、ぜひそちらもですね、チェックしていただけますととても嬉しいなと思います。ではですね、あと一息ですね。まずお店ができるっていうところはゴールではないですからね。それがいわゆる、まあ、始まりですから、まあお店ができてね、ああやりきったってね、なるとは思うんですよね。でもそれじゃダメ、そっからのがね、絶対大変だから、ですので、でもそっから自分ができることっていうのはやっぱり最大限にできるわけじゃないですか。そう、パン教室したりとかね、通販で自分のパンを売ったりとかね。そうですので、それをするにはやっぱりここを経ていかんといけんことだと思うし、でこれがね、やっぱ大きな経験、そしてね、財産にねなるんだろうなってやっててね、思いました、ひしひしと。でやっぱりコンサルで入らせていただいて、その相手さんと一緒に作る、でもやっぱりその相手さんと一緒に作るってことは自分のお店ではまあないわけじゃないですか。もちろん真剣にやりますよ、真剣にもちろんやるんですけれども、やっぱりそこって大きく違うなっていうふうに自分でやっててこう実感いたしましたし、まだね、道半ばですけど、やってよかったなと思っております。まあしんどいこともね、たくさんあるけどね。そうでもね、今思えばね、本当によかったなって思います。ですので、また次の動画を楽しみにしておいていただけますと、とても嬉しいなと思います。頑張っていきたいと思います。いつもありがとうございます。